円直面内、つまり速さが途中で変化する等速円運動ではないってことですね。式2つ作るんですよ。エネルギー保存則、それから円運動の半径方向の式で、この2つの式は速さの2乗でつながってます。で、半径方向の式に関しては立場の違いによって2通り立式できます。まず外から見ると運動方程式で、共に回転すると遠心力を用いた力の釣り合い。まず括弧の1番、この位置を出発してここでの速さ V0 をエネルギー保存則で求めます。一番下点 C を基準とした初めの高さを出すために、ここの長さ出しましょう。60度なんでコサインとかサイン使わずに辺の比1対2対ルート3、これを使って2分の L だね。ってことは糸の長さ L 引く2分の L ってことで、初めのこいつが持つ位置エネルギーは mg 2分の L、 これが運動エネルギーに変わります。2分の1 mv0 の2乗と、これ解けば速さ v0 がルート gl ね。次、円運動の式作りますけども、一番下に達する直前っていうのはまだ点 B の釘に触れてないわけですから、半径は L のままですね。で、これをまず外から見ます。円運動をしてますから中心方向に高心加速度で加速してるんですよね。で、高心加速度を生じさせている力は張力と重力の合力なんです。張力の方が重力よりも大きいから上方向に加速度が生じてます。ほんなら運動方程式、高心加速度は R 分の V の2乗の方を使いましょう。だって速さ後で代入するからね。だから M×L 分の V0 の2乗、今回回転半径 R は L です。それから力ですけど、これ加速度の向きを正としますね。だから上向きを正、張力 T1 引く MG ね。で、さっきカッコ1番で求めた V0、ここに代入したらここ MG になりますから、これで張力が 2MG やね。一番低いところで重りが静止している時の張力 MG、 それよりもやっぱでかいわけね。こう円運動してるから上方向に加速させなあかんから、その分張力がでかくなってるっていうことです。次、共に回転する観測者から見た式を作りたいと思います。この観測者がさっきここで出てきた方針加速度で上向きに加速してるって考えるんですよ。だから加速している観測者はその加速度の向きと逆向きに大きさ MA の遠心力が働いてるように見えるんですよね。重力、張力、静止しているように見えるから力の釣り合いより張力が同じように出てきますよと。一番下を通過した直後は釘に当たるから回転半径 R が4分の L になります。まあ、同じように共に回転して考えてあげたら、上向きに働く張力 T2、 そして重力、遠心力が働くわけですね。遠心力は半径が4分の L に変わります。さっきと同じ速さ代入してあげたら、遠心力が 4mg に大きくなって、張力は 5mg になります。これさっき mg やったでしょ？で、これが 4mg に変わるんですけど、これ遠心力が4倍になるってすぐ説明できる？遠心力って m×r 分の v の2乗でしょ？ってことは、釘に当たることによって回転半径が L やったやつが4分の L に小さくなったんでしょ？だからこの分母が4分の1倍になったんです。ってことは遠心力は4倍になってますよって考えてあげたら、あ、確かになって感じだね。続きまして、括弧3番、小球が点 B と同じ高さの点 D ですから、基準となっている一番低いところよりも4分の L 上がったところの話です。まずエネルギー保存で、まずこれ早速ポイントなんですけど、これ名門の解説では、この最初の部分に2分の 1mv0 の2乗が来てると思うんですよ。これって一番低いところの速さ vc を用いた運動エネルギーと、この位置での位置エネルギーや運動エネルギーとはもちろん保存してるんですけど、ここあんまお勧めしません。これなんでか言ったら、ちょっとした計算やけど、この計算ミスってるかもしれないでしょ。だここでもし間違ってて、で、間違った値を代入して計算したら、ここも間違えちゃうんですよ。だったら僕は一番最初の方がいいと思います。一番最初、初めっていうのはここですね。 Q
基準よりも2分の L 高い場所の位置エネルギーを左辺にしてあげた方がいいです。でこれで VD の2乗が2分の GL ですけど、ここでもちょっと細かいけど、さっきはさ V0 イコールルート GL って出したけど、これもここで止めてもっていいよ。っていうのも次、遠心力とか運動方程式の中には VD の2乗で出てくるんですよ。右向きの力 TD イコール左向きの力が遠心力ね、はい、でこれ力の通常の式を立式という感じです。問4番、糸が緩むって言われたら張力が0の状態で半径方向の力の釣り合いより、まず遠心力が M かける回転半径が4分の L、 速さを VE の2乗にしてます。で重力なんですけど、これ気をつけてね、重力は下向きに MG やけど、今立式してるのは半径方向の式やから、これをね右向きに分解しないといけないね。とんがった図してね、これアルファって直感的に分かるでしょ。これは MG サインアルファですから、遠心力と MG サインアルファが釣り合ってますっていう式を立式すれば OK ですね。でそれともう一個エネルギー保存の式を作ります。でさっきと同じように一番最初と立式ね。でここはちょっと難しい、点 E の高さですけど、まず点 B までが4分の L ね。それからここの三角形で考えてあげたら、高さっていうのは4分の L のサインアルファですね。だから基準からの高さは4分の L 足す4分の L サインアルファになってます。これです。これ丸1式と丸2式見比べたら、なんか丸1の方がシンプルで計算しやすくない？だから丸1式の方を VE の2乗に直して丸2に代入した方がいいかなと思いました。計算してあげたら、まずこれ両辺 MGL 消えるんですね。 MGL って消えて、で両辺8かけてあげて計算してもいいかな、はい、まあ、とにかく3分の2になります。5番、このままぐるっとこうたるむことなく円運動を続ける条件を聞かれてます。円運動をしない時っていうのはこの辺で失速して円運動できずにふやんと斜方投射になっちゃう時がありますよね。円運動を続けるためには一定の速さ以上じゃないとダメなんですよね。まず一番円運動にとって厳しい場所はどこかというと、これね最高点です。点 B のちょうど上方向4分の L のところが最高点なんですけど、なぜここが円運動にとって厳しいかというと、まず速さが遅くなってますよね。速さが遅いからこの重りを上に引っ張ってるような力、遠心力がこの場所が最小なんです。確かにM×4L 分の V の2乗の V が小さいやんか。次、重力がちょうどそれと反対方向に引っ張ってるんですよ。そう、これが実は最高点で一番でかいです。何か言うたら、ほらさっきさ角度が α の時って言ったら重力が円運動の中心方向に働いているんじゃなかったよね。この MG の MG サイン α っていう小さい力が半径方向に働いてたやんか。でもそれに対して最高点っていうのはちょうど中心方向に重力が働いてるから、その分遠心力が大きくある必要があるのに、速さが最高点は小さいから遠心力も小さいと。だから円運動にとって一番厳しい場所なんですね、ここ。だから最高点であったとしても張力が0以上、つまり張力が働いてるってことは遠心力が勝ってるってことだよね。上に飛んでいくのを妨げるために引っ張ってるってことやから、だからその張力が0以上であればよいよ。で一番最小の条件を考えるから0の時を考えるんですけど、張力ゼロって緩んだりたるんでるんちゃうのって思うでしょ。この時の T 大なりイコールのゼロのイコールはギリギリセーフの状況なんですよ。この問題って初めの高さを変えていくわけやんか。初めの高さが高かったら余裕やん。でその初めの高さを徐々に減らしていくと最高点での張力が5432って減っていくわけやんね。でそうやって減っていった時の54321ゼロのギリギリゼロは OK ですってことなんですよ。まあ、あとは一緒ですわ。最高点での遠心力で重力釣り合ってます。でエネルギー保存ですけど、さっきまではここの角度が60度やったけど今これアルファですよね。だからめんどくさいけどもう一回、ここのさっき2分の L だった場所をアルファを使って表したら L コサインアルファですね。だから基準からの高さは L 引く L コサインアルファ、これが初めの位置エネルギーの式で
出てきますね。でイコール最高点での運動エネルギー足す最高点の高さは B までが4分の L で、さらにそこから4分の L ね、だから mg かける2分の L になっております。アジムノさんでした。